ジェックス株式会社は、大阪府大阪市中央区谷町に本社を置く、コンドームやベビー用品などの衛生、生活用品を、主とした、医療品を扱う総合医療品企業である。愛のそばに、いつも、をテーマに、育児用品をはじめ、コンドーム、潤滑ゼリーなどの性サポート用品、医療用潤滑剤等を扱うメーカー。また、 チュチュベビーというベビー用品を扱うブランドを有しても、いる。国内で最初に、水溶性潤滑ゼリー付きコンドームを開発しており、日本ゼリア工業所という名前であった。1972年に、ベビー事業に進出すると同時に、社名をゼクスに変更。1997年には、チュチュベビーを関連会社として設立させるが、2004年の事業統合により、 チュッチュベビーを吸収合併している。ラバーズ、ウーマン、シニア、ベビーマザー、メディカルの5事業で成り立っている。最新の設備を誇る2010年完成の篠山島じま工場1972年から始まったベビー及びマタニティ事業。最初の商品は哺乳瓶及び乳首だけであったが、1980年代後半からアイテム数が増加。 ペンギンの衣装がトレードマークで各種ベビー用洗剤から食器類、入浴剤、スキンケアクリームなど幅広い商品群を持つ。1997年に関連会社として独立したが2004年に再び経営統合している。ホームページの URL は独立している。ありがとうございます。